ダディ写真を飾る。マミーピッグが持っているのはペッパとジョージの写真。新しく撮った写真を壁に飾りましょう。ああ任せて、ダディは DIY の名人なんだぞ。本当に頼んで大丈夫？もちろん、壁に釘を打って写真をかけるだけだろ。お願いね。グランマたちの家に行ってくるから、あとはよろしく。それと散らかさないでね。任せて。じゃあね。いってらっしゃい。タジ、私たちもお手伝いしていい？じゃあよく見てて、どうやるのか覚えるんだよ。まずはメジャーを取り出す。それと鉛筆。よし、ここに釘を打つとしよう。壁を壊さないでね。今度はハンマーと釘を取り出す。危ないからそこで名人の技を見ていなさい。ダディピックが壁に釘を打ち込みます。壁を壊さないでね。壊すわけないだろう。簡単簡単。おっと、ひびが入っちゃったぞ。壁に大きなひびが入ってしまいました。もうダディ、壁を壊しちゃったじゃない。これくらいわからないよ。写真を飾っちゃえば。ほらね。でもひびが見えてるよダディ。そうだな、一旦釘を抜いてひびを直そう。散らかしちゃダメだよダディ。大丈夫だよペッパー、すぐ抜けるから。うわもうダディ、本当に壁を壊しちゃったじゃない。マミーに分かっちゃうよね。あ、きっと分かっちゃうだろうね。ジョージ、早く。何をしに行ったんだろう。ダディ、ここから見えるよ。マミーピッグが帰ってくる前に壁を直さないと。レンガを取って。まずはレンガで壁の穴を塞ぎます。よし。次にレンガをセメントで固めます。簡単簡単。そしてペンキを塗ります。元通りだ。完成です。やったでもお家の中は散らかり放題。これはまずいぞ。もうすぐマミーが帰ってくるのに。まずはペッパとジョージをきれいにします。ペッパが掃除機をかけて、ダディピックは道具をお片付け。マミー、マミーが帰ってきました。マミー帰ってきちゃった。よし、何にもなかったふりをして。ただいま。おかえり。何をしていたの？別に何も。確かに何もしてなかったみたいね。写真を飾るんじゃなかったの？ダディピックは写真を飾るのをすっかり忘れていました。ああ。いいわ、マミーは名人じゃないけどこれくらいなら簡単。できた。確かに簡単そうだな。ダディがやった時は大変だったのにね。し、ペッパー、それは内緒だ。かくれんぼ。ペッパとジョージはかくれんぼをしています。ジョージが隠れる番です。ペッパが数を数え終わる前に隠れる場所を見つけないと。1、2、3、4、5、6、7。ジョージは隠れる場所を見つけました。10。隠れたかな？行くよ。
ペッパはジョージを探します。見て、ジョージを見つけました。ジョージ、それじゃすぐ見つかっちゃうよ。次はペッパが隠れる番。1、2、3。マミーが数えてあげるわ。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。いいわよ、ジョージ。目を開けて。ジョージがペッパを探します。あれ？ペッパはテーブルの下にはいません。ジョージ、2階を探してみたらどうかな？ベッドの下にはいません。今のおかしな音は何でしょう？カーテンの後ろにもいません。またおかしな音がしました。一体何の音でしょう？ジョージがペッパを見つけました。見つかっちゃった。今度はダディが隠れる番。いや、もう一回ジョージが隠れる番だろ。でもジョージはちゃんと隠れないんだもん。今度はきっとうまく隠れるよ。目を閉じて数を数えて。1、2、3。おやおや、また簡単に見つかってしまいそうです。5、6、ジョージ、こっちへおいで。7、8、9、10。隠れたかな？いくよ。あれ？ジョージがテーブルの下にいない。だってジョージはいつもここに隠れるのに。じゃあ2階を探してみたらどうだい？どこにいるか分かった。ジョージはおもちゃのカゴの中ね。あれ？カゴの中にジョージはいません。どこにいるんでしょう？ジョージはどこにもいませんでした。ダディ、ジョージが見つからないの。それは困ったね。どこへ行っちゃったんだろう。もしかしてこの新聞にジョージのことが書いてあるかも。わあ。ジョージ、見つけ。まあジョージ、いいところに隠れたわね。ジョージはダディピックの新聞の後ろに隠れていたのです。お仕事中。マミーピックはコンピューターでお仕事中。ダディピックはランチのスープを作っています。ダディ、マミーがお仕事してるの見ててもいい？見てもいいけど邪魔しちゃダメだぞ。マミーは大事なお仕事で忙しいんだ。わかった、ダディ。マミーは大事なお仕事で大忙しです。マミー、一緒にお膝に座ってお仕事見ててもいい？いいわよ。でもおとなしく座ってて。二人はお仕事するマミーを見ているのが大好きなのです。マミー、ハッピーミセスチキンのゲームしていい？ゲームは後でやりましょうね。今はマミーお仕事しないと。マミー、なら私もお手伝いする？やめて、ペッパ。こ
ンピューターに触っちゃいけません。ジョージもね、コンピューターには絶対触っちゃダメよ。そうだよジョージ、こうしちゃダメだからね。ペッパやめて。ごめんなさい、ジョージにこうしちゃダメって教えようと思ったの。なんとコンピューターが動かなくなってしまいました。ねえダディ来て。ダディピッグ、どうしたんだいマミーピッグ。ねえダディピッグ、このコンピューター直せる？いや、ランチの準備は私がするからお願い。ああ、わかった、やってみるよマミーピッグ。でもこういうのあんまり得意じゃなくて。ありがとう、よろしくね。ダディピッグがコンピューターを修理することになりました。まずはスイッチを切ってみるか。そしてもう一度オンにしてみよう。ダディピックが見事にコンピューターを直しました。やったねダディ。ああダディ、こういうの結構得意みたいだ。ダディ、コンピューターでハッピーミセスチキンのゲームしていい？それはマミーに聞いてごらん。マミーは後でやってもいいって言ってた。それならいいぞ。でもディスクはどこにあるんだろう。今度は私の番ね。よし、今度はダディの番だ。一体何をしてるのかしら。どうやらコンピューターは治ったみたいね。ダディのメガネ。ダディピックはメガネをかけています。目が良くないので物がはっきり見えないのです。メガネをかけるとどんなものでもはっきりと見えます。でもメガネを外すとぼやけてしまいます。何もかもがぼんやりとしか見えません。ダディピックにとってメガネはとても大切なものです。時々ダディピッグはメガネをなくします。ペッパー、ジョージ、ダディピッグのメガネを見なかった？見つからないんですって。見てないよ。ペッパもジョージもメガネがどこにあるか知りません。困ったわね、ダディピッグはメガネがないとよく見えないからイライラしちゃってるの。メガネがないのでダディピッグは新聞が読めません。いやはや参ったな、これじゃよく見えないや。誰がダディのメガネを持って行ったんだ？最後に外したのはどこだったか覚えてる？外したメガネは必ずポケットにしまうんだよ。なのに入ってないんだ。ダディ、私たちが探すの手伝うよ。それがいいわペッパ、
メガネを見つけてあげればダディのイライラも収まるし。イライラなんかしてないぞ。ペッパとジョージがダディのメガネを探します。新聞の下を見てみますが、ダディピックのメガネはありません。あれ？ジョージがテレビの上を見てみますが、ダディピックのメガネはありません。ない。きっと2階だよ、ダディたちのお部屋。マミーとダディのお部屋にやってきました。ジョージ、物を倒したりしないようにね。うわ。面白くないでしょ。枕の下を見てみますが、ダディピックのメガネはありません。あれ？ジョージはスリッパの中を覗いてみますが、やっぱりメガネはありません。バスルームへ行ってみようよ。ペッパとジョージはバスルームへ。メガネはバスタブの中にも、ない。トイレの中にもありません。あれ？見つからないね。ダディピックのメガネを見つけることはできませんでした。お部屋中探したけど、どこにもメガネはなかったよ。困ったわね。どうしましょう。メガネなしで動けるようにするしかないな。ゆっくり歩けばぶつからないだろう。ここにあった。ダディのメガネ。ダディピック、あなたのお尻の下にあったのね。なんと。ダディったら。なんでこんなところに？ほんと不思議よね。ダディピッグったら人騒がせなんだから。とにかくイライラが収まってよかったわ。イライラなんかしてない。ガーデニング。ペッパとジョージはグランパとグランマのお家に遊びに来ました。グランパ、行くよ。行くぞ。それは何だい？ダイナソー、ゴー。おお、ダイナソーか。グランパ、何してるの？畑に種を植えているんだよ。種？種って何？種が育つと草や木になるんだ。地面に小さな穴を開けて、そこに種を入れて、上から土をかぶせてお水をあげるんだ。この庭の草や木はみんなこういう小さな種から育ったものなんだよ。あの大きいリンゴの木も？ああ、そうとも。この一粒の種がまずは小さなリンゴの苗木に育つんだよ。こんな風にね。そしてこの小さな苗木が育って大きなリンゴの木になるんだ。こんな風にね。あ、いった。そしてリンゴの実の中に種ができるんだ。それがリンゴの木になるんだね。その通り。グランパ、グランパ、私も種を植えてみたい。それじゃあこのイチゴの種を植えてみるかい？うん、やってみたい。この種を植えて育てると美味しいイチゴができるんだよ。まずは地面に穴を開けて、そこへ種を入れて、上から土をかぶせる。グランパがお水をあげようか？ダメダメ、私がお水をあげるの。よし、あとはイチゴが育つのを待つだけだ。ペッパとジョージは種が育つのを待っています。でも何にも落ちないね。我慢して待たなくちゃ。ペッパ、育つまでには長い時間がかかるんだ。ペッパ、
ジョージ、お家に帰りますよ。まだ種がイチゴになるのを待ってるの。ティータイムに食べたいんだもん。グランパが世話しておくよ。次に遊びに来る時までにはきっと立派に育ってるはずだ。そしたらイチゴを食べられるのね。ああ。行くわよ、ペッパ。じゃあね、グランパ。じゃあね、イチゴさん。グランパはペッパのイチゴの世話をしました。何日も続けていると小さな芽が出てきました。日に日にイチゴの苗は大きくなって、ある日グランパは素敵なものを見つけました。イチゴだ。グランパ来たよ。ペッパとジョージが遊びに来ました。ねえねえグランパ、私のイチゴ育った？ああ、見てごらん。わあ、イチゴだ。ありがとうグランパ。グランパ、他の種も植えていい？いいとも。それじゃあ今度はジョージに選んでもらおう。そうだね、何がいい？ジョージ、それじゃあ人参は？グランパ、ジョージは人参の種がいいみたい。ジョージ、人参を育ててみたいかな？やだ。じゃあ何を育てたいんだい？ジョージには育てたいものがありました。ダイナソー。ジョージはダイナソーの木を育てたかったのです。見てよジョージ、ダイナソーは木にならないんだよ。ダイナソー。電車。今日はいいお天気。ペッパとジョージが自転車に乗っています。立派なカボチャね、ダディピッグ。ダディピッグは鼻高々です。カボチャだけはうまく育てられる。パンプキンパイが大好きだからかな。ジョージ、早く。ダニー、スージー、レベッカ。ペッパの友達、犬のダニー、羊のスージー、ウサギのレベッカも自転車に乗っています。ようやくジョージが追いつきました。ジョージは漕ぐのが遅いの。あのカボチャのところまで競争しよう。競争してもいいけど、ダディのカボチャにぶつからないように気をつけてね。カボチャが潰れたらダディが悲しむから。大丈夫だよペッパ、競争だ。ダディピックのカボチャまで競争スタートです。おい、カボチャに気をつけて。やったね。ペッパ、危ない、カボチャにぶつかるわ。ごめんなさい。ねえ見て、ジョージがやってきたよ。ジョージの自転車は赤ちゃん用だもんね。ペッパの自転車だってそうだろ。まだ補助輪がついてるじゃないか。私はもう補助輪いらないの。ねえ、私もよ。僕も。丘の上へ戻ろう。ペッパも一緒に来る？私はここにいる。ねえ、じゃあまたね。じゃあね。ペッパは補助輪がなければいいのにと思いました。ダディ、私も補助輪はいらないよ。なくてもちゃんと乗れるかい？乗れる。わかったよ、じゃあ早速外そう。ダディピックはペッパの自転車から補助輪を外しました。ペッパ、本当に補助輪がなくて大丈夫？平気。外して乗ったことないのに。平気だってば、きっと乗れるよ。わあ。面白くないでしょ。補助輪なしで乗るのは簡単ではありません。手伝ってあげようか？うん、お願いダディ。よし、位置について、よーい、ドーン。手を離さないでね。大丈夫、離さないよ。いいわよペッパ、その調子。押さえててね。そのまま来いで。ペッパは補助輪なしで自転車に乗れています。
さっきからずっと一人で乗ってたんだぞ。本当に？とっても上手に乗れてたわよ。そうなの？うわ、ちゃんと乗れてる。ねえ見て、すごい。補助輪なしで自転車に乗れてる。ダニー、スージー、レベッカ、見て、補助輪なしでも乗れるようになったよ。ほらね、やったね。あのカボチャまで競争よ。わーい、ペッパー、カボチャにぶつかるなよ。私の勝ちだね。ペッパーは前を見ていません。おやおや、ペッパはダディピックのカボチャを割ってしまいました。カボチャを割っちゃってごめんなさい、ダディ。カボチャのことよりペッパが怪我しなくてよかったよ。今度からはちゃんと前を見て乗るんだぞ。はい、ダディ、約束します。よし。さてと、見事に割れたことだし、これでパンプキンパイを作ろう。パンプキンパイ大好き。ダディピッグのカボチャはこんなに大きいからたくさん作れるわ。みんなで食べましょう。やったしゃっくり。ペッパとジョージとダディとマミーが朝ごはんを食べています。外はとってもいいお天気。ペッパとジョージは早くお庭で遊びたくてたまりません。マミー、お外に遊びに行ってもいい？朝ごはんを食べ終わったら遊びに行ってもいいわよ。ジョージ、そんなに急いで飲んじゃダメだよ。急いでジュースを飲んだジョージ、突然しゃっくりが出て止まらなくなりました。マミー、遊びに行ってもいい？ジョージのしゃっくりが止まったらね。しゃっくりならもう止まってるよ。そうでしょ、ジョージ。まあいいわ、遊びに行ってもいいけど、ジョージをよく見ててね。ペッパとジョージは庭で遊ぶのが大好き。ジョージ、私がボールを投げるからちゃんとキャッチしてね。ジョージ、しゃっくり止めてよ。ジョージ。じゃあ今度はジョージが投げて、私がキャッチするね。ジョージ。おやおや、しゃっくりのせいでボール遊びができません。ジョージ、しゃっくり止めてあげようか。私を真似してね。頭を撫でながらお腹をさするの。オッケー、これでしゃっくりが止まるわ。ペッパのやり方ではしゃっくりは止まらないようです。ジョージ、そんなやり方じゃダメだよ。私もっといい止め方知ってる。いい？最初に3回ジャンプするの。片足でね。そしたら腕をバタバタしながら思いっきりベロを出すの。今度は目を閉じて急いでぐるぐる回るの。3回ね。このやり方でもジョージのしゃっくりは止まりませんでした。わかった。しゃっくりを止めたいときはその子をびっくりさせればいいのよ。ジョージ、びっくりさせてあげるね。でも覚えておいて、これはしゃっくりを止めるための遊びだからね。わかった？これは本気じゃないんだからね。ペッパ、ジョージを怖がらせちゃダメでしょう。まだ小さいのよ。ごめんなさい、私ジョージのしゃっくりを止めたかったの。
ジョージのしゃっくりが止まりました。ダディピッグがジュースを持ってきてくれました。ジョージ、そんなに急いで飲むとまたしゃっくりが出るわよ。私はジョージよりお姉ちゃんだから、急いで飲んだって大丈夫だもんね。ペッパとジョージは庭で遊んでいました。ペッパ、クスはどうしたんだい？あれ？なくなっちゃった。大丈夫、きっと見つかるわよ。お庭にあるんじゃない？探してみましょう。はい。みんなでペッパの靴を探します。マミーピッグは花壇の中を探しますが、ペッパの靴はありません。ないわ。ダディピッグは手押し車の中を探しますが、ペッパの靴はありません。ないな。ペッパとジョージは植木鉢の中を探しますが、やっぱり靴はありません。ない。庭中を探したけど、ペッパの靴はどこにもないようだね。ペッパの靴が消えてしまいました。どうしよう、靴がなくなっちゃった。困ったわね。でもあの靴は古くなっていたから、新しいのを買いましょう。お買い靴にしてもいい？マミー。もちろんいいわよ。ジョージ、新しい靴を買ってくれるって。マミーピッグとペッパはミスラビットのお店に来ました。どうもミスラビット。あら、いらっしゃい。今日はペッパの新しい靴を買いに来たの。赤い靴。素敵な靴を選んであげるわね、ペッパ。赤いのがいい。お願い。そうよね、赤い靴。うわぁ、赤い靴。ジョージとダディピッグがゲームをしています。おお、やるな、ジョージ。ダディ、ダディ見て、新しい靴、赤いの。本当だ、赤い靴だね。マミ、この靴気に入った？ペッパ、とってもよく似合ってるわよ。ジョージ、この靴気に入った？みんな新しい靴が気に入りました。私この靴大好き。もう何があっても脱がないんだ。お風呂の時間です。ペッパはお風呂の中でも新しい靴を履いています。パジャマに着替えてもまだ新しい靴を履いています。ペッパはベッドの中でも靴を脱ごうとしません。ペッパ、本当に靴を履いたまま寝るつもり？私この靴絶対に脱ぎたくないの。わかったわ。二人ともおやすみなさい。おやすみ、マミン。おやすみ、ダディ。ああ、おやすみ、ペッパにジョージ。一晩中雨が降ったので庭はびっしょり濡れています。長靴を履いたマミーピッグとダディピッグが出てきました。ジョージも長靴を履いています。ペッパはまだ新しい靴を履いています。ジョージは濡れた草むらに飛び込みます。おやおや、ペッパも濡れた草むらで遊びたいけれど靴を汚したくありません。ダメだよ、私は一緒に遊べないよ、ジョージ。ジョージは泥んこの水たまりが大好き。ペッパも泥んこの水たまりは大好き。でも靴を汚したくありません。マミーもダディもみんな泥んこの水たまりで飛び跳ねるのが大好きです。ペッパはどこへ行くのでしょう。ペッパが長靴を履いています。わーい。
水たまりで遊ぶなら長靴を履かないとね。新しい車。ペッパは家族と一緒に赤い車でドライブに出かけます。屋根を下ろしてもいいかな。いいよ、下ろして。ペッパとジョージはこの車が大好き。みんないいかい。はい。よし、出発。この車大好き。この車もみんなが大好きだよ。そうだろ。おやおや、車の調子が良くないようです。どうしたの、ダディ。それがわからないんだ。ダニーのおじいちゃんの工場に持っていきましょう。きっと直してくれる。いい考えだね、マミビッグ。車の整備工場をやっているダニーのおじいちゃんはどんな車も直せます。どうしたんだい、ダディ・ピッグ。車の調子が悪いみたいだね。ダニーのおじいちゃん、直してもらえますか。ああ、だけど今日一日かかりそうだ。みんなでドライブに行こうと思ってたのに。大丈夫、治るまでこの新しい車を貸すよ。ありがとう、助かります。屋根は下ろしていいかな。お願いします。下ろすときはこの赤いボタンを押すだけだ。なんてすごい車でしょう。うわ、戻ってくるまでにはちゃんと直しといてあげるよ。ありがとう、ダニーのおじいちゃん。行ってきます。行ってきます。バイバイ。行っといで。ペッパたちは新しい車が気に入りました。この車たくさんボタンがついてるぞ。ねえダディ、緑色のボタンは何？押してみよう。すごい、魔法の窓だ。ダディ、今度は魔法の窓を避けてみて。青いボタンを押したらどうなるの？どうだろうな、押してみよう。新しい車は楽しい。これもらえるの？いいえ、そういうわけにはいかないのよ。これは今日一日借りただけ。そっか。大変、雨が降り出しそうね。そうだね、屋根を上げないと。さてと、屋根を上げるのはこれだったかな。おっと、これじゃなかったか。そうそう、確かこのボタンだ。あダディはびしょ濡れになりました。ダディったそのボタンじゃないよ。じゃあこっちだ。違った、これじゃない、これかな。あ助けてくれ。ダディピックはどれが屋根のボタンか忘れてしまったようです。この車に嫌われちゃったかな。赤いボタンを押してみましょう。やったでも、もう雨止んじゃったわね。ねえ、また屋根を開けて。いいよ。どのボタンだったかな。赤いボタン。やったダニーのおじいちゃんが車を直してくれました。車は直ったぞ。やったありがとうございました。お釣りは結構です。ありがとう。気をつけてな。それでは。どうもありがとう。バイバイ。ああ、やっぱりうちの車が一番だな。新しい車も好きだったけど、うちの車はもっと好き。この車もみんなが大好きだよ。そうだろ。グランマピックとグランパピックはペッパとジョージのために宝探しの準備中です。グランマピックは宝の地図を描いています。グランパピックは庭に宝物を埋めています。グランパピック、終わりました。もうすぐペッパとジョージが来ちゃいますよ。
そう焦らんでも平気だよ、グランマピッグ。ペッパたちがやってきました。グランパピッグ、急いで、もう着きましたよ。おう、もう終わるよ。なんとか埋め終わったようです。グランマピッグ、こんにちは。グランマ、二人ともよく来たわね。グランパピッグ、グランマ、よう来たな、皆の衆。ペッパ、ジョージ、今日は宝探しをしましょう。庭のどこかに宝物が埋まっているんだよ。うわぁ、宝物？どこにあるの？それを自分で探すんだよ。これが宝のありかの地図よ。ジョージには海賊の帽子をあげよう。よ、いいぞ、キャプテンジョージ。この地図わかんない。ダディ、手伝って。任せなさい。地図を見るのは得意なんだ。あ、これは難しいな。ダディピッグ、それじゃダメよ。上と下が逆さま。そうだと思ったよ。なんだ、簡単。赤いバツ印のところに宝物があるのね。でもリンゴの木が2本ある場所はどこだろう。わかんない。ヒントが欲しい？欲しい欲しい。一つ目のヒントは瓶の中よ。さて、瓶はどこかしら。あそこにあるよ。一つ目のヒントを発見。瓶の中に入っています。ねえねえ、見て、瓶を見つけたよ。すごいぞ、ペッパー。どれどれ、なんだって？おお、これは海賊からのメッセージだ。マミー、海賊からのメッセージ読んで。うん、この海賊の字読みにくいわね。いや、なかなか味のあるいい字じゃないか。なんて書いてあるのか読めないわ。いや、はっきり読めるだろ。矢印をたどれって。矢印をたどれ。ジョージが2つ目のヒントを発見。小枝でできた矢印です。見て、あっちにもある。矢印をたどって進んでいきます。見て、ジョージ、鍵だよ。ペッパが次のヒントを見つけました。鍵です。やったわね、ペッパ。あとは宝箱を見つけ出して、その鍵で開けるだけよ。だけど、もうヒントがない。地図をもう一度よく見てごらんなさい。見て、ペッパ、リンゴの木が2本並んでるでしょ。これリンゴの木だ。これもリンゴの木。じゃあ、宝物はここだね。よし、掘ってみよう。おかしいな。掘っても何も出てこないぞ。ちょっと待った。この下に何かある。うわぁ、宝物だ。すごい。すごい。よく見つけたな。この鍵で開けるね。うわぁ、これはすごい。金のコインじゃないか。かなりたくさんあるぞ。いやー、ところがどっこい。これは金のコインじゃないんだよ。ほらな、中身はチョコレートだ。チョコレートのコインはみんなに一つずつよ。やったペッパとジョージはチョコレートのコインが大好き。グランマ、グランパ、宝探し、とっても楽しかった。マミーとダディが朝ごはんの用意をしました。おい、朝ごはんだよ。あペッパの顔に赤いポツポツがあります。マミー、私なんだか元気がないの。あら、まあペッパ、具合が悪いみたいね。大丈夫、ドクターベアに電話しよう。はい、ブラウンベア病院です。ペッパの具合が悪いんです。顔に赤いポツポツがあるんです。ではペッパを寝かせて、すぐ見に行きますから。ドクターベアが診察にやってきました。こんにちは、ペッパ、気分はどうだい？具合が良くないの。舌を出して見せてごらん。大したことはないでしょう。
ちょっとポツポツができただけです。私お薬飲むの？ポツポツはすぐに消えるよ。でも少しだけお薬をあげよう。飲めるかな？はい、お願いします。でもあまり美味しいものじゃないよ。お口を開けて。うわ、すっごく苦い。ペッパはちゃんとお薬を飲んで本当にお利口さんだ。しばらく寝かせておいてください。後でまたどんな様子か見に行きます。お友達を呼んでも？ええ、もちろん。映らないからお友達を呼んでもいいですよ。それでは。先生、ありがとうございました。マミー、もう起きてもいい？ペッパ、先生がしばらく寝ていなさいって言ってたでしょ。でも退屈なの。だけど、お友達を呼んでもいいって言ってたわよ。じゃあスージーに来てもらってもいい？羊のスージーは一番のお友達です。スージーのママに電話するわね。ねえ。あら、ペッパのママ、スージーと話をしてもいい？もしもし、スージー。ねえ。もしもし、ペッパ。私、具合が悪いの。顔に赤いプツプツができちゃった。お医者さんに見てもらった？うん、ドクターベアが来てくれたの。具合が悪いけど、お利口さんだって言われたよ。じゃあ本当に病気なの？うん、そう。ごっこじゃないんだよ。だから寝てないといけないの。それでね、ドクターベアがくれたお薬、すっごく苦かったんだ。すぐお見舞いに行くね。ねえ。看護師さんの格好で行くね。スージーがペッパのお見舞いに来ました。スージーは看護師さんのお洋服を着ています。犬のダニーとウサギのレベッカも一緒です。こんにちは、ペッパ。いらっしゃい。ねえ、具合はどう？私あまり良くないの、スージー。寝てないといけないんだ。どうしたら気分が良くなる？じゃあオレンジジュースを持ってきてくれる？わかった。ペッパは楽しんでいるみたいですね。ありがとう、スージー。どう？気分良くなった？ちょっとだけ。ダニー、ママにアイスクリーム食べたいって言ってきてくれる？レベッカ、お庭から綺麗なお花を摘んできてくれる？ドクターベアがペッパの様子を見に来ました。ああ、よかった。看護師さんが先に来ていたのか。患者さんはどうかな？あの、私看護師さんじゃないの。これはごっこなの。そうか。では私が患者さんを見てもいいかな？はい、お願いします。ああ、よかった。すっかりポツポツが消えている。もう治ったよ。でもまだ病気みたい。気分はどう？もう少しベッドで寝てた方がいいみたい。なんだか庭に出てボール遊びをしたくなったな。一緒にやりたい子は？はいはいはい。私も。はは、これは驚いたな。すっかり元気になったみたいだ。黒い。ペッパとジョージが庭で遊んでいます。ボール投げて。強く投げちゃいけないんだよ、ジョージ。だから今のは私の勝ち。私の番ね。また私の勝ち。ペッパ、ジョージ、今日はいとこのクロエが遊びに来るわよ。やった、クロエが来る。ジョージ、クロエは私と同じでおっきいの。だからちっちゃい子とは遊んでくれないかも。クロエは二人と一緒に遊んでくれるよ。クロエが来た。ペッパたちのおばさん、アンティーピックがクロエを送ってきました。クロエはペッパとジョージのいとこ。二人よりもちょっとお姉さんです。こんにちは、クロエ。こんにちは、ペッパにジョージ。じゃあ後でな。何をして遊ぶ？鬼ごっこしようよ。ペッパは鬼ごっこが大好き。まだ鬼ごっこしてるの？ちっちゃい子の遊びだよ。ああ、鬼ごっこって言ったのはジョージがやりたがるからだよ。わかった、それならやりましょう。普通のルールでやる？それとも赤ちゃんルール？普通のルール。じゃあ行くよ。ペッパ、あなたが鬼ね。捕まえてごらん。ペッパが鬼です。クロエとジョージを追いかけないと。ほら、こっちだよ。よし、ジョージならすぐに捕まるね。ちっちゃいもん。
そんなのずるい。ジョージを助けてる。まだちっちゃいからよ。ペッパも助けようか。いい、助けててくれなくて。私もう大きいもん。それならペッパ捕まえてみてよ。ほらこっちだよ。こっちだよ。こんなのつまんない。違うことしようよ。いいよ、大きい子がやる面白い遊びがあるんだ。だるまさんが転んだっていうゲーム。だるまさんが転んだ、だるまさんが転んだ、やってみたい。それどうやるの？誰か一人が鬼になって他の子がこっそり近づくの。私やる、私が鬼ね。ペッパが鬼です。向こうを向いている間に二人が近づきます。振り返った時に動いたらスタート地点に逆戻りです。ジョージ今動いた、スタートに戻って。タッチ、私の勝ち。まだ準備してなかったのに。ルールではいつ動いてもいいの。そうよねジョージ。今度はクロエが鬼です。絶対に動いてはいけません。わあ、ペッパ今動いた、スタートに戻って。ずるいよ、ずっと見てるんだもん。ルールではどれだけ見ててもいいんだもん。スタートに戻って。ジョージの勝ちです。もっと違う遊びしよう。いいよ、でも大人っぽいのにしてね。わかった、私が一番好きな遊び大人っぽいよ。ジョージ、ペッパが好きな遊び知ってる？それは泥んこの水たまりで飛び跳ねること。ジョージ、水たまりで遊ぶなら長靴を履きなさい。クロエの分の長靴も持ってきたよ。大きい子は水たまりでは遊ばないのよ。そう、じゃあやめるよ。ジョージは泥んこの水たまりが大好き。大人っぽく見られたいペッパは遊びたいのを我慢しています。泥んこの水たまりで遊んでるの？マミーとダディも泥んこの水たまりが大好きです。楽しそうだね。そうだよ、楽しいの。大きい子も水たまりで遊んでいいっていうルールがあったかも。そっか、いいルールだね。競争ね。待って。ペッパとクロエも泥んこの水たまりで遊ぶのが大好き。大きくなってもみんな泥んこの水たまりで遊ぶのが大好きです。ペッパは家族とキャンプに来ました。キャンプが大好きなんだ。さあ着いたよ。ペッパ、ジョージ、ダディが小さい頃から使ってるテントだよ。ダディ、どうやったらこれがテントになるの？大丈夫だよペッパ、ダディはキャンプのプロだからね。じゃあマミ、テントをポールの上にかけて。ほら、できた。簡単だろ。あれ、この金具はどうするの？ああ、そうだった、これを刺すのを忘れていたよ。この金具でテントを支えるのです。できた。このテントちょっと小さいね。子供の頃は大きいと思ってたけど、今見るとちょっと小さいみたいだな。それはダディがとっても大きくなったからよ。特にお腹が大きくなっちゃったもんね。そういえばお腹が空いたな、夕ご飯を作ろう。作ろう作ろう。まずは火を起こすための小枝を集めよう。わーい。ペッパとジョージはキャンプファイヤーに使う小枝を集めます。ジョージ、私が小枝を拾うから運んでね。小枝を集めるの楽しい。よし、もう十分だ。完璧なキャンプファイヤーになるぞ。火をつけよう。はい、マッチよ。マッチは使わないんだよ。ダディ、マッチを使わないで火をつけるの？昔ながらのやり方で火を起こすんだ。こうやって2本の枝をこすり合わせる。ダディピックは2本の枝をこすり合わせて火を起こそうとしています。まだつかないの？もうちょっとだよ。ついた。簡単だろ。それじゃあトマトスープを温めましょう。ああ、
ほら、自然の音が聞こえるよ。これ何の音？これはコオロギが鳴いている音だよ。今の何？今のはフクロウよ。ほら、あそこにいる。うわぁ。じゃあ今のは何の音？さあ、マミもわからない。ダディのお腹の音だ。これこそ最高の自然の音だよ。この音が鳴ったらご飯の時間ってこと。トマトスープ大好き。ダディもだよ。それもダディにとっては最高の自然の音ね。え、何？さあ、二人ともテントに入って寝る時間よ。でもみんなは入れない。テントが小さすぎるもん。大丈夫だよ。入ってごらん。マミ、もうちょっと詰めて。ダディ、大きすぎて入れないよ。大丈夫。ダディは外で寝るよ。おやすみなさい、ダディ。おやすみなさい。おやすみ。ああ、みんなおやすみ。マミーとペッパとジョージはテントの中で眠り、ダディは星の下で眠りました。ああ、キャンプは最高だ。輝く星を見ながら外で眠れるなんて。やっぱり外で寝るのは良くないかもな。朝になりました。ダディ、テントの中は居心地が良かったよ。あれ、ダディがいない。ダディがいません。かわいそうにダディ、雨に濡れて寒かったでしょうね。どこ行っちゃったのかしら。何の音かしら。これダディのいびきみたい。ダディ起きて。なんだ。ダディ寒くなかった？ああ寒くなかったよ。ダディはキャンプのプロだからね。車で寝たんだ。もうダディ行ったら。やっぱりキャンプは最高だ。お眠なプリンセス。お休みの時間です。ペッパとジョージはベッドに向かいます。二人ともおやすみなさい。マミー、ダディ。なに、ペッパ。私眠くないの。お話聞きたいな。でもジョージは眠そうだよ。また今度にしよう。ジョージ、お話聞きたいよね。うんって言って。わかったよ。お話をしてあげよう。でも一つだけだぞ。ダディピッグのお話が終わったらちゃんと眠ること、約束よ。約束する。それじゃあ今夜はお眠なプリンセスのお話をしよう。そのお話面白いの？なんだかつまんなそう。そんなことないさ、とっても楽しいぞ。ちっちゃいプリンセスが出てくるお話？ペッパ、聞いてばかりいるとお話が始められないわよ。ごめんなさい、マミ。ダディ、そのお話にちっちゃいプリンセスは出てくる？ああ、小さなプリンセスが出てくるよ。ふん、お眠なプリンセス。昔々あるところに小さなプリンセスが住んでいるお城がありました。プリンセスはお眠なプリンセスと呼ばれていました。ダディ、なんでそう呼ばれてたの？それは後でわかるよ。お眠なプリンセスって可愛いの？なあ、とっても可愛らしくて鏡で自分の姿を見るのが好きなんだ。私ってほんと可愛い。お城には他に誰がいるの？なあ、そうだな。お城に一緒に住んでいるのは小さなプリンスとクイーンマミーとキングダディ。その通り、みんなで一緒にお城に住んでるんだよ。キングダディのお腹は大きいの？そんなわけないだろう。キングはかっこいいんだ、ダディみたいに。それからお城のそばにはドラゴンもいる。ダイナソー。あ、ダイナソーか。ああそうだった、ドラゴンじゃなくてダイナソーがいるんだ。お城の近くにとても大きくて怖いダイナソーが住んでいる。うわあ、うわあ、うわあ。あらま、ダイナソーはそんなに怖くないんじゃないの、ダディピッグ。
ごめんごめん。そうだな、そのダイナソーはとっても優しいんだ。いつも美味しそうに草を食べてる。ダディピッグ。ああ、失礼。ダイナソーになりきってた。ダディ、なんでそのプリンセスはお眠なプリンセスなの？これから話すよ。一日が終わり、日が暮れて、月と星が輝き始めると、みんな眠くなってくる。中でも一番眠そうなのは、このお眠なプリンセスだ。ペッパ、眠くなったのか？眠くないよ。全然眠くないもん。ジョージはどうかしら？ジョージ、起きて。お話、最後まで聞かなくちゃ。ペッパは眠くないようだけど、お眠なプリンセスは眠かった。一日中鏡を見ていたから、すっかり疲れてしまったんだ。はあ。ベッドへ連れて行ってあげよう。おやすみ。お眠なプリンセスはとっても眠かったので、すぐにぐっすりと眠り込んでしまいました。素敵なお話ありがとう、キングダディ。どういたしまして、クイーンマミー。プリンスとプリンセスも楽しかったみたいね。